サイファー君どうしてたぶらかされちゃったの？どうしよっか。しばらくティンバー離れなくっちゃ。私を安全な場所まで連れ出して。どういう経緯で？これは命令でーす。クライアントの依頼でーす。なら仕方ねえな。低賃金だからね。まあ、いつ裏切ってもいいじゃん。了解。スコール。尻に敷かれんなよ。情けねえ子って。ダッシュ。了承が取れたらダッシュ。目からビールも出さずにダッシュ。もう一回弾けんの？ライブラ。スコール弾いとく？なんかいっぱい弾けるっぽいからね。まあ、ライブラか何かちょっとわかんないけど。どこ行くの？列車乗って。あんたちゃんのアジオ大変だって聞いたじゃん。お言葉に冷めるまでうちにいなよ。言おうぜ。じゃあお言葉に甘えて。キスティスさん何か言ってきそうだぞ。スコールたちも早く来なさい。まあ、みんな同年代だからね。仲良くやんね。な。まあ、みんなよく酒物飲まずにこんなずっと仕事やってられんな。将棋じゃないぞ。どこ行った？おい、どこ行った？勝手に飛び出んな、スコール。みんなどこ行った？まあ、先行きますけどね、さすがに。こちらですか？ん？帰れない。ん？こっちか。むずいんだよ。FF。こっちよ。待ってくれー。これ砂浜でやんね、こういうこと。ここがそうよ。おばあちゃんじゃん。金取る、ガキンジョども。とんでもねえ教育方針。それまでここで休んでな。ありがとう、狩猟。首相、狩猟。狩猟？森の狐の狩猟よ。この町は大抵の人がレジスタンス組織のメンバーなの。本当に活動してる組織は私たちくらいだけどね。フクロウね。了承。ちょっとだけお世話になろうよ。いや、止まってらんねえよ、わしは。ガンガン行こうぜ、お前。サイファーをお前助けなくっちゃ。わかんないな。友情に熱いからね。サイファー何しに来たの？私たち森のフクロウのために来てくれたんだと思う。私いろいろ相談したから。だからあいつのことはあんまり悪く言わないでね。で、どの段階で知り合ってたん？なあ、根掘り葉掘り聞こうや、今日の夜。カレー食いながら。物はいないのか？なんだうるさい、うちにはこっちじゃなくて、乱暴なまましく。スコール行け。2階早く。いや、いいっすよ、スコール。前に出よう。ガンガン行っちゃおうぜ、ガン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 。おばさん大丈夫なの？うちが横で見とく。大丈夫よ、きっと。母さんには昔、兵士を腕と料理と美貌で倒したという3つの伝説が残っているらしいから。やはりカレーを水打ち。最後の美貌ってところはなんか、あ、じゃあ美貌ね。いかにも伝説っぽい。ちょっと待ってね。おい、待ってくれ。始まんないでくれ。打ち水でした。勝手に帰り店とか1、2店打ってた。おいおい。ディンバーに派遣されたのがスコールたち3人だけと聞いて怒っていたわ。マジで？ガルバーディア全軍が漂うことになるかもしんないんだぞ。それなのに派遣されたシードは3人だけかよ。クソ、俺がティンバー入ってやる。その意気だ。まさか本気だとは思わなかった。あいつはいつでも本気だろ。それぐらいわかるよな。勝手に絆をこう築き上げんなよ。心の内でクソハードボイルドだぜ、マジで。 FF8 疲れたね。いや、これさ、結構死活問題っつうかだと思うんだけど、人ん家に招かれた時に、人ん家のベッドに横になるかなんないか問題っていうか、もう勝手にベッドに上がり込むか上がり込まないか問題っていうのがあって、結局人体って汚いわけじゃん。特になんか服なんて何ついてか分かんねえんだからよ。それを良しとできるかどうかで器の良し悪し、大きい小さいを決めるんじゃなくて、横にあれほら横になるやつのモラルがあるかないかで決めた方がいいんじゃないかっていう。全員に話聞きましたよ。アネフラもヘッド。サイファーどうなるのかしら。まあ、助け出しに行きましょうよ。もう殺されてる可能性もあるな。いやいや、殺させない、殺させない。あんな大物。なんかあいつ、かわいそう。ベガちゃん、どっちに気あるん？スコールとサイファー。かわいそう。サイファー怒り出すな。めちゃくちゃ理解してんだよ、なんか。スコールが知らない間に。そんな絆あったん？なんかまあ、第1話みたいなとこで、まあ、切り合ってる中ではあったけどね。何がおかしいのよ！ひどいとれ！ねえ、どうしてサイファー死んでるかもって思うの？それは、ガルバディア大統領と魔女は手を組んだ。その大統領をサイファーを襲った。魔女にとってもサイファーは敵だ。だからサイファーがあの後始末されたとしても不思議じゃない。そうだとしても、生きててほしいって思うよ。へえ、思えばいいさ。キザるねえ、こいつ。キザるねえ。現実がそれほど優しくないんだ。思い通りになんかならないよな。だから、期待しなければどんなことでも受け入れられる。傷が浅くて済む。アオハライド。
どうせこの恋は実らない。まああんたが何を望んでも俺には関係ないけどな。優しくない。ツンケンすんねや。みんなで優しくない。なんだよ悪かったな。これゼルディンどんな気持ちで聞いてるの。ところでガルバディア兵たちも引き上げたよ。授業中舞台以外は撤収したそうだ。あっという間だったね。絵描き歌、街を出るなら今がチャンス。もう少ししたら常駐部隊のね、ちっこいレジンスタンス狩りが始まるかもしんないからね。パッパーと行きましょう。パッパーとパッパーとドカンと最後のとこ行っちゃいましょうや。猫を人撫でしていこうな。スコール、癒しがお前には足りてない。なんだ赤のベイみたいなやつ。かわいいねー、かわいいねー、かわいいねー。まるで気がねえじゃねえか向こうに。スコールももう猫には興味示さないお年頃なんか。早く帰りたいよ。てんてん。今スコールと倹約だからみんな疲れてるみたいね。え、そうかな。ガンガン行こうぜ。よし班長、行くあてはあるの。とにかく街を出るのが先決。とにかく街を出ればいいってもんじゃないわ。うむどこか心当たりがあんのか。ガーデン関係者心得第8条7項憲法8-7。所属、すげえよく暗記してんなお前。知歴公民強いな。スコール、所属ガーデンに帰還不能等の緊急時、ガーデン関係者速やかに最寄りガーデンに連絡すべし。最寄りのガーデン相談窓口にご相談ください。ベリーグッド。ここからならガルバディアガーデンねキスティスさん何人なんこれ。あ、ここの駅から列車出てるよ。学園東って駅まで行くの。駅の西にある森を越えてガルバディア岩塩に向かうのよ。わからん。あ、先陣切ってくれんだ。ラッキー。そういうことだ。ディンバを離脱してガルバディアガーデンへ向かう。バトルパーティーは。え、キッティスさん行こうぜ、マジで。うりー。じゃ、誰に何がついてるか、また関係してくるでしょ。出発する。気をつけていくんだよ。これ持ってきな。ほかほかおにぎり。フェニックスの金の針、ドケス、万能薬、ポケモンより手厚い。食べ出す時の4種セットくらい。おやべえ、早々に見つかっちまったぞ。こんにちは。駅の東を抜けてみたいな。すいません、もう何も聞いてなくて、ぶっちゃけ大声出してダメなんて。キッティさん、案内してくれ。こっちがなんかあるぞ。左に空間が。ここでした。こっちじゃない。なんか前抜けらんないとこあったよな。おーい、なんだその、ここへどうぞ。 それじゃポーションを手に入れて捨てとけ。なんか入ってるぞ絶対良くない液体入れてんぞあいつ。私のツイッター情報によると、こっち、すいません、目的出してください。稲妻イレブンみたいにここへ行けみたいな出してください。赤く強調表示がなんかしてください。道を、こっちか。助けてくれ誰かスコールは道に疎いんだ。こっちか。こっちじゃないな。こっちだ。森を抜けろって言ってたぞ。すいません。攻略を見るかもしれません。やばい。積んだ。あ、さっき駅あったな。あそこ行けばいいのか。了解了解。森の袋の、じゃあなんか狐のみたいな。もうまるで聞いちゃいねえじゃねえ。これこれ、ここ行きたかったな。俺だ。ゾーン。入っちまったが。テクテク。学園東行き列車に乗るんだろ。でもパスは入らないぞ。失敗。無理やりでも乗り込むさ。インドさながら。そんなことしなくていい。そう、騒ぎを起こすな。へーん、ゲットしといたぞ、みんなのパス。こいつ、いつか国家の指名手配にする。こんな手先が器用なやつ、生かしといちゃおっけない。シードは3枚だな。班長さんに渡すよ。他2名は。で、最後の1枚は、俺のと。なさそうだ。この感じ。ないんじゃない？ないな。もう先が読めてる。最後の1枚はあんたの分。受け取れないわ。あなたのパスでしょ。全然話違ったけど。弱いんじゃない？キスティスさんの目力に。おっと。いてててて、腹が痛い。脳殺だな。列車が出発するぞ。ありがとう。キューン。ゾーン。また会うんだからね。ちゃんと生きてないとダメだからね。一緒にティンバージ独立させるんだから。わかってるって。便所にでも隠れてるさ。早く行けよ。
じゃあ全国の便所を漁りに行かねえとな。ティンバ独立の暁には絶対にこう作るぞ。つうか彼女に何かあったら許さないからな。やっぱその従者なんじゃない元てか、リノベアが絶対こなんか国のさ、なんかあのあれよ、妃よ。どんどん行っちゃいましょう。最終列車です。まあやることないしいいよ、乗っちゃって。すげえ、確認しとくか。駅の西にある森を越える、その先がガルバディアガーデン。それでいいんだな。そうよ、見覚えがない班長で心苦しいわ。好きなセリフを言うな。はい、来た、機関車ポッポー。すげえ、下から台座が出てくるんだよ、拡張パック。最終、こんな真っ昼間に最終列車。あ、いつもの戦闘車両じゃない。どうもー。もう今後さ、な、折りたたみの椅子持ってかね、結構電車移動多いな、思ってたより。まんま走る。ちょっとラグあるな。なんとか。あげであげでー。なる。あげろー。あげて。誰か、もう希望を通してやって、逆らわない方がいいな。そうそう、ややこしくなるだけだから、話が。ガシャゴン。ウィン。俺が列車の発車ドアやるから。お前乗客な。ウィン。お先。こうやって機嫌を取っていけ、女の子の。雰囲気悪くなるかもしれないが、ゼルディンはなんか勝手にお気楽だから。そう、大したことじゃないんだが。あ、やばい、会話始まっちゃった。こいついつだって窓際に立つ。なんとかなったな。ゾーンさんのおかげだわ。ちゃんとお礼しなくちゃ。まあ別に一人二人変わんないんじゃないの、持ってっても。ゾーンはね、エッチい写真が大好きよ。終わった。あとでアスカキララのツイッターのアカウント教えてあげよう。覚えとく。YouTube やってないのかな。まあ、なんか、ファンザっていうサイトがあるよって教えてあげないと。あいつずっとツイッターの裏垢女子見てそうだから。いや、逆かもしんない。で、エロいやつの方がツイッターの裏垢見てるかもしんない。逆に。いや、どうだと思うね、セルビッチ。最悪の話題。私乗り物好きなんだ。弟いんの？汽車汽車走れー。いいじゃん、このセルフィーちゃんの横にいたらなんかスコールも明るい男に見える。僕らを乗せて遠くへ。ちょっと私歌を歌いたくないから先行くね。セルフィーちゃんとごめん、ちょっと先水飲むわ。私先水飲む。ちょっとダメだ、まるで話になんなかった。大丈夫でした。あ、じゃあゼルディンに話しかけてねえから。大丈夫だゼルディン。え、なんだ、2回押したら暗転した。腹殴られた。気絶してね。着いたぞー。すげえすげえすげえ、アグレッシブ列車。なんか最後の方大砲ついてるけど、いいのこれ。で、前も後ろも大砲ついてる。おっと、これ重大な選択肢だった。で、森を抜けて、カメラちょっとだるいんだよな。森ってどこよ、これ。あっぽいぞ。ここ抜けてガーデンと。しめじみたいに生えてるわ。しめじあんなまずいのになんで支持されてんの。あ、これか、違うね。すいません、森って何ですか。え、東っつってたよね。あー、もうまた人ね。あー、話聞いてないから。なんかこの舗装された道路を歩いたら、じゃカメラ反転できないからさ、もう行くしかないんだよな。その先でギアス、何かがあると信じて歩かないとさ、どこに森があるかもわかんないんだよ。ちょっと強そうだぞ。なんか上等な生地使ってないか、お前羽に。ダブルとかなんか回復技ばっか。あ、スコールかこれ。一番攻撃しそうなやつだ。意外と補助、意外と兄子だから、兄様だから。ちょやめてやめて、3倍をやめてくれって。暴走すんねスコール。お前汽車に感化されんね。落ち着きを放ってくれ、頼むから。お前が一番の年長者かもしんないだろこん中で。そこら辺頼むよ。なんかブリザード、あ、ブリザが、あ、じゃブリザードがいいな。こっちの方が弱いから。あの、レベルが。程度が低い。程度が低いって何よ。リノーベアゲの伏線回収。自分で貼った自分の伏線。大切な思い出。地中に埋めていたはずの大切な思い出。ここちなみに何？あ、帰ってきたよみんなー。一周回っちまったぜ。はい、どこ行けばいいんだよ。これ多分右だな。舗装されたとこ歩いてたべ、歩いてたべが。
3倍になるな。舗装された道を行け。お前は敷かれたレールの上を歩くだけでいい。ブーン、そうはいかない。もう殴りでいいんじゃない。こら、うたたね、うたたね、スコールやめなさい。うたたね、シチュエーションボイスやめなさい、スコール。あんた需要あるようでないと思うから。ないって、ないって言ったそばから、うたたねスコール始まんじゃねえのか。また舗装された道を行こう。レビ上げは裏ですからいいよ。ま、そうそうなんです。ここもカットします。そうです、あんまり喋りたくありません。西にある、西ってこっちか。お前むずいんだよな、 FF8 の方角が。山じゃねえかこれ。森、森を越えた先にある。山越えたけど、谷越え、山越え、スコールが行く。ちょっとキスティスさん、合ってるこれ。スコールどこ行っちゃうよこれ。海行っちゃったこれ。スコール、スコール、お前そっち。わー、え、楽しいこの街。何計らずしも来たけど超面白いじゃん。車を借りる、借りたいね。ここはどうだか、街の外から行くと見えるけど、行くとなると結構遠回りなのよね。攻略見ようかな。こいついつも迷子だな。うわー、いいね。あ、ここ前救ったとこじゃない。ウキウキウォッチン。小籠包食おうぜ、小籠包。これ本当に遠いよな、これ上陸作戦したとこだもんな。どこまで行っちまってんだよお前。解雇中もいい加減にしろよ、スコール。ドムー、もう持ってるよ。二刀流になれば、じゃあ逆転の発想。誰かイフリードの、イフリードを見てやってください。あいつ HP が20くらいしかないんです。マジこんなことしてる場合じゃないんだよ本当は。でもやるぞ私は。誰がなんて言うと、おお、いいね、いい雰囲気じゃない。ここ荒らすだろう。こんにちは、おじゃまっぷ。酒飲もうぜ酒。止まった。やっぱ仕事なのでいっぱいうめえ。朝からバンバレ飲んでんじゃねえか。そうだっけ。おお、なんだ、このままあんまりうるしないでくれよ。よく見抜けたな、スコール。これ25歳の痛いやつかもしんないだろね、18歳の生かしたあんちゃんじゃなくて。わかりました、すいません、ちゃんとやります。じゃ行きます、目的地行きます。すいません、私方角わかんないんで。小学生までずっとさ、東と西わかんなかったんだよな。東と西わかんなかったっつうか、自分が向いた方が北っつうのしかわかんなかった。うん、ブーン。ここマジでね、マリオパーティーのミニゲームぐらい意外と操縦効かないの、これ。マリオパーティーの車乗らせてやる、乗らされてやるよみたいな。バーちょっと一回マジ攻略見るから。はい、放送終わりました。本当は、学園前の駅で降りなくちゃいけなかったのに、めちゃくちゃ普通に学園西で降りてました。やばいでーす。済みました。どっか終わりません。ここは？ここっぽくね？これ学園前だろ。道路駅、どこだ。ごめん、ちょカメラ頑張って、ちょ見えない、見えん。なんで止めてくんなかったよ、あの時セルフィーあたりが。スコール君、まったくお調子者なんだから、そんなとこで降りたら路頭に迷うの分かってるでしょって言ってくれよ。止まれねえんだよスコール。学園前駅、 FM8 学園前駅どこ。着々とレベルが上がっていってた。こっちな、あるかなこれ。あ、ちょ、3倍、すいません。あ、直しました。到着しました。めちゃくちゃカットしてるはず。ガルバディアガーデンはもうすぐよ。今さだけどさ。あ、これ夢で通ったとこ。ガルバディア政府からよくない連絡入ってるかもよ。いきなり捕まっちゃって世界に放送されちゃったりして。大物じゃん。どこに行ける？行きたい外国みんなであげてさ、多数決取るぜ。で、みんな違うとこ上がったら網だくじで決めるか、あの、抽選式で。ビンゴ大会してえな、なんか。な、あの大統領ガーデンに報復するかな。いや、精鋭しかいないから無理なんじゃない。あ、でも今あいついねえから、サイファーいねえから穴場だ。だよな。お、どうしたどうした。でも、バラムガーデンにはシードもたくさんいるもんな。大勢いるもんな。ガルバディア軍に負けたりしないよな。ガルバディガーデンの俺らによるだろ。そうだけど。ここ湿気すごいな、このジャングル。口が回んないんだけど。素晴らしいリーダーね。はは。だろう。なんだ、いつでも冷静な判断で仲間の希望を否定して楽しい。合唱祭やめろっつってんだろうが、ね、学園の催しでさ、こんな不仲なってどうすんだよ。
また絡むつもりが。キスティスさん、取り持って間。ゼルはあなたの言葉が欲しいのよ。そんなところだろうな。こいつにみんな期待しすぎじゃない？マジで。こいつろくなこと言わねえって。大丈夫だとか頑張れとかそういう言葉があればゼルだって。そんなのは気休めだろ？そう思ってるの俺だけが。いや、サイファーだって。こいつマジサイファー寄りの考え方してる。サイファーと一番気合うからね。そういうことが仲間の元気や勇気になるんだから、 100% 他人に何とかしてもらおうってのが甘いんじゃないのか。こいつは視線をくぐり抜けすぎた。それくらいわからない。うるさいな。間に入ってくれセルフィー。もうダメだこいつら。でも舞台わからねえ、私からの命。兄さんでわかるよ。いてて、やばい、沸騰してる、沸騰してる、脳みそが、やばいやばい、誰か、あー、夜間がー、誰か UFO に、 UFO に言うを、この湧いた分の湯入れといてくれ、頼む、面ごと捨てないでくれ、ちゃんと湯切り口から捨ててくれ、ソースを、ソースを湯を入れた瞬間に入れないでくれ、ラーメンじゃないんだから後から入れてくれ、湯を切った後に入れるんだ、わかったか。はい、来ました。